はい、皆さんこんばんは。それではバイオハザード RE2 クレアセカンド編ですね、続きやっていきます。シリちゃんを助けに行くんですが、その前にアイテム回収をしてまいりました。で、あ、生きてるな。ルークのこいつ結構倒したはずだったんだけど生きてたか。ルークのプラグを回収したら謎解きをしまして、シェリーと合流しますと。うん、アイテムをもらっていきましょう。弾補充です。では没収とじゃないけど、じゃあねー。生きてる方が面白かったですね。まあいいでしょう。では一旦戻りますと。いらないアイテムを捨てないと。あとパワーアップ部品がね、この間手に入れた木箱の中にサブマシンガンのマガジン、そして金庫の中に、リボルバーが使えるようになる強化パーツですねがありますんで、そのまままとめて拾っちゃいましょう。拾ったらつけちゃいましょうだね。うん、殲滅ハーブもらっとくか、せっかくだし。いただいておきましょう。で、ここですね。あのハーブは取れるけど取らなくてもいいか。2の12の8ですね。間違えた。2の12の8と。はい、体操にしまってありますが、強化フレームですね。では、捨てる木箱も開けましょう。ロングマガジンですね。では、ロングマガジンをサブマシンガンにつけます。そして、強化パーツをですね、組み合わせで、強化フレームですね。これでマグナム弾が撃てるようになりますと。5発のマグナム弾が撃てるようになりますと。まあ、これでリボルバーっていうか、なんだっけ、レオンのあのマグダムにも匹敵する威力のものになりますと。まあ、とりあえず今はまだ使いませんけども、後でね、ボス戦で使えると思いますので、これは取っておきましょう。では、アイテムを、預ける前に先に謎解きやっちゃうか。ね、これめんどくさいですからね。謎解きいきます。で、これね、違うんですよ。レオンの時と。ルークはナイトの隣でクイーンと向き合わないとかね、結構めんどくさいのがあるので、もうやっちゃいます。これナイトの位置が合ってないらしいんですよ。前はね、ナイトの張り紙のところにナイトでよかったんですけど、今回はそれは違うらしいです。ポンはそのまま。そしたら、順番はもう適当に、キング、キング、ビショップ、ビショップってどれだっけ？これか。キング、ビショップ、そしてクイーンと。クイーン。で、ナイト、ルーク、ポーンでやってみましょう。ナイト。まあ、謎解きに関してはもう、今回はまあ飛ばしちゃって。はい、OK ですね。あ、来ました。頑張った、シェリー。もう少し。さて、また、ジートの戦闘となります。先にアイテムを精査しましょう。おー、いらないもの、いらないもの、いらない。マグナムは今回持ちいません。一応これ持っていくか。んでね、今回使うのは、コンバットナイフと閃光手榴弾かな。を持っていきます。スパークショットとかあえて使わないで。あと念だけに緊急スプレーも1個持っていきましょう。あとサブマシンガンの弾ですね。はい。では、この装備でいきたいと思います。ナイフ先行を、そして、これはサブマシンガンをショートカットの2番に入れたいですね。うん。これでいいかな。メインがサブマシンガン。そしてナイフと先行といった感じでしょうかね。はい。じゃ、ちょっとボス戦となりますので、一回セーブさせてください。すいませんね、早いんですけども。はい、OK です。そしたら行きましょう、ボス戦です。リボルバー、そしてサブマシンガン。
グレランはまあ、おまけかな。あとはナイフと閃光といったところか。では、ここの下りはほぼ一緒です。ハーブを取って、一応念のためやりましょうか。電気が来ていないと。電源が落ちてるか。ね。この下りは一緒ですと。で、ここも一緒で一応、まあ、ダメージ警戒で飲んでおきましょう。謎解きは前と違いますけど、まあ、すぐ解けます。これは結構簡単です。じゃあ戻りましょう。ふざけないで。じゃあここですね。一発当ててやると多分すぐ出てくる。あ、まだ来るか。いや来たな。当てないと結構時間かかる気がするんだよね。ではどこ抜けちゃって、じゃあボス戦行きましょう。サブマシンガンに切り替えて、レオンの時のようにリボルバーは持ってきておりません。手数で勝負したいと思います。クリアちゃんも手数でね、結構大盛り上がりの武器を持ってるんですが、そっちで行きましょう。そしたら、ナイフで切りまくリングです。意外とね強いらしいんですよ。これかなり強いらしいので、これでちょっとダメージ与えます。今回はとりあえず2ダウンいきましょうか。あ、リロードしなかった。ごめんね、リロードしてなかったわ。はい、ちょっと遠いなこれ。じゃあここはクレーン来ないね。しょうがない、スリーダウン行こうか。場所が悪かったね。せっかくだからスリーダウン行っちゃうか。はいよ、はい、お疲れちゃん。サプライズプレゼントよ。私からのプレゼントもどうぞお受け取りください。多分これで、いけるはずです。一発スマッシュ攻撃だと思います。入りましたね。はい、勝ちましたと。2ダウン目があれだね、待たせちゃって。2ダウン目の時にもっと向こう側だったらすぐ行けたかもしれないですね。まあ、ちょっとそこは倒した位置が良くなかったかな。まあでも行けたのでよしとしましょう。うん、サブマシンが強いね。あとナイフも強いね。ではシェリーちゃんを迎えに行きましょう。シェリー、おー、シェリー、シェリー、ママはここや。シェリー、ねえ聞こえる？大変、シェリー、クレア、シェリー、大丈夫？何をしてるの？助けに来たの。シェリーは感染してる。もう救えないのよ。何言ってるの？母親でしょ。こっちに来なさいよ。あなたにはわからないわ。ウィリアムはまだ生きてる。私が止めないと。これ以上話しても無駄ね。待って、もしかしたら治療できるかもしれない。研究所で。そう遠くないわ。ママ、時間がないの。大勢の命がかかってる。シェリー、あなたを愛してるわ。
さよなら。冗談じゃないわ。大丈夫よ、私が助けてあげるから。どうして助けてくれるの？ほっとけないでしょ。ありがとう。さあ大変です、シェリちゃんが感染しちゃいました。早く助けてあげないと。研究所は近くにあるって。待って、あのケーブルか。ここちょっと私喋ると被っちゃうかもしれないので、タイミングがわからないので喋んないにしようかな。頑張ってシェリー、すぐ直してあげる。もう少しだからね、あと少し。そうだ、ケーブルカー。よし、ケーブルカーよ。違った。はい、着きました。よし、じゃあシェリー、もうちょっと頑張って、大丈夫だから。ここへはもう戻れないかも。はい、というわけで、もう完全にもう戻れなくなりますので、忘れ物があるかどうか、ね、今のうちにチェックしましょう。忘れ物などない。いや、あるんでしょうけどね。後ろは振り向かぬ。振り向くけどね。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。兄にもらったの。幸運のお守りよ。クレアがいなかったら私。何言ってるの。シェリーは一人でちゃんとやってた。私があなたを巻き込んじゃったのよ。あなたのでしょ。もういらない。そうなの。どうして、可愛いのに。ママにもらったの、去年の誕生日に。一緒にいてくれればそれでよかったのに。ねえ、あなたのママは仕事が忙しいみたいだけど。ねえシェリー、しっかり。まもなくネストに到着します。私がついてるから大丈夫よ。ごめんね、アイテム回収なんかしてたから遅くなっちゃったんだよね。苦しい思いはさせてしまいましたね。ここからじゃあ急ぎましょう。シェリーちゃんが苦しんでるので。必ず直すわ。頑張ってシェリー、大丈夫よ。手順はとりあえず彼女を安全なところへ。隔壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。よし、行きましょう。ご訪問を歓迎いたします。ありがとうございます。そしたらシェリーをここに寝かしましょう。よし、血がついてますけどね。じゃあここで。さてどうする。
何か手がかりはないの？抗ウイルス剤？これだ、これを探せばいい。ねえ、シェリー、行ってくるわ。ここで待っててくれる？すぐ戻るから。はい、ということで、クレアの方は G ウイルスではなくシェリーを救うための抗ウイルス剤を探しに行きますと。クレアさんあれですね、この格好しちゃうとますますトゥームレイダーになっちゃいますね。性格的にもなんか似てますしね。そしたらまずは守衛室でアイテムの整理、そしてもう一度セーブをさせてください。もうちょっと時間あるんでね、もうちょっと進めたいと思います。アイテム整理、あと！はい、OK です。そしたらね、ここはね、ある程度相談ですね。どうしよっかな。まずこれはいらない。回復もいらなかったな。グレランも一旦預けます。まあ、預けなくてもいいんだけど。ナイフも、一本ありゃいいでしょう。で、何がどうかというと、ガンパウダーがクソ余ってるんですよね。余りすぎてしまってるところ。で、まあ、これと、これと、台ですね。台2つの白。これで、硫酸弾をとりあえず作っとく。でも、これだけあれば十分。正直。こんだけあれば十分。あ、あれじゃん。でしょ？で、あとは、白2つで、あ、間違えた。これで、サブマシンガンの弾ができてしまうと。なので、サブマシンガンも弾が溢れるわけですよ。で、今後もまだ手に入るんです。で、ガンパウダーで普通に弾もこう、作れてしまうので、ハンドガン弾はいらないですね。まあ、これはまあ、いいとして、じゃあ、メイン武器をクイックドロー、サブ武器でサブマシンガンの弾ですね。サブマシンガンがありますと。まあ、使いどころはあるんですけども、そんなに弾を温存しなくても手に入りますので、まあ、サブマシンガンなんかも使っててもいいかな。ではここの下りは一緒ですね。こういうのがいいな。撃ち抜いて、ちょっとあれだな。はい、撃ち抜きまくり。死んでる？本当に生きてるじゃん、生きてるじゃん。蜂の巣にする。ニードルカートリッジもあります。狙いにくいな。おらららららら、手振ってる、かわいい。あ、でも生きてる。怒ってる。あ、さっきの人、生きてたんだ。死んだね。さあ、もう一体。本当にね、サブマシンガン、こう、蜂の巣になるほど撃ちたいよね。こいつやらなくてもいいんだけど。蜂の巣になるほど撃つのはちょっともったいない感じかな。弾の無駄かもしれないですね。さすがにそこまで撃っちゃうと。まあでも景気よく撃ちたいもんですね。リロードの最中撃っちゃった。さあ、ガンパウダーまた手に入ります。ナイフも手に入ります。のよいしょ。埋まってしまった。ああ。硬いね、やっぱ特殊部隊のね、装備は。
そしたら弾を回収の、ここで、パープ部品ですね。スパークショットの、なんか、効率、あの、爆発が効率よくなるやつですね。が手に入りますと。で、これで、組み合わせして通れるようになるんですけど、ちょっと違うのが、ここって結構後になってから、ティッカーというか向こうのプラント43をやってから再び来てね、バックが取れるんですけども、裏の場合はちょっと手順が変わりまして、カートライト部長がお呼びです。イーストエリアへお越しください。ここに、変調器があります。なので、すぐに戻れると。ただ、そこを上げるためには、リストウォッチをね、レベル上げなきゃいけないんで、結局、今行ったり来たりにはなるんですけど、表ほど遠くはないですね。じゃあ、すぐにバックを取っちゃいましょう。OSS だっけ ?OSS。ここはもう走りましょう。OSS と。調べる。この音が癖になると言われる。確かに癖になりますね。OSS をセット。ポン。では、バック戻っちゃいます。はい聞かなかったみたいなね。さあ、明るくなりました。何？さっきにやったやつか。倒せなかったみたいですね。死んでなかったらしい。頭を撃ち抜いて、要は、しっかり殺しきれてないと今みたいなんですよね。足だったらなんか、ほら、扉出てこれなくなるとか、あれなんですけども。まあ、そういうとこでね、頭を撃つか足を撃つかということになるんじゃないかな。まあ、どっちが楽しいかで言えますね。そこはもう、皆さん、お好きにしていただいてと。まあ、ナイフで切ればいいんだけどね。で、とりあえず同じですね、手順としては。まずは、イーストエリアの方に行きます。イーストエリアに入って、プラント43。ちょっと、暗号とかが変わっているので、今一度手間をかけなきゃならないと。まあ、そこはちょっと、面倒は臭いんですけども、そこはやっていきましょう。はい。では、ロビーに行きました。再びアイテムの入れ替えをしましょう。ここにもまたガンパウダーあるからね。OK。そしたら、ガンパウダー、ナイフ1本いらない。そしてガンパウダー、一旦サブマシンガンをまた預けますと。まあ、今のところだけでよかったので。で、ここでは、弾を持っていきます。こんなにいらねえな。まあ、いいか。グレランを持っていきます。グレネードランチャー。ここでね、大活躍するんですよ。グレネードランチャーが大活躍。あ、で、これ組み合わせちゃうか。はい。で、これも7いらない、こんなにな。うん。グレネードランチャー。硫酸弾。今まで使ってなかったんですけど、まあ、硫酸が飛び散る武器ですね。火2発でもいいんだけど、まあまあ効率よくするために、植物を燃やすときに、意外と効くんですよ。この硫酸弾が。まあ、ちょっと撃ってもよかったけど、これがね、一発でこう、ダウンを取れると。あとは燃やすと。もちろん火2発でもいいんですけども、まあ弾のね、弾が足りなくなっちゃうの嫌なので逆だとダメですね。逆だと燃え灰にならないので、ほら一発で灰になってくれるのでね。まず硫酸で燃やして、でリロードじゃない弾を入れ替えてダウンしたらもうさよなら。あちゃ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 、今皮膚燃えましたね。これで焼却完了です。よし。で、ここの謎解きですね。前もやりましたけど、
めんどくさいので前もってもう調べてきました。調べてきたというか、もう前のデータがあるのでやっちゃいます。番号ですが、5831かな。うん、ポン。で、もう一つが、もうやっちゃいますね。2048かな。はい。よく見ると数字なんですよね、これね。はい、先やっちゃいます。手間なんでね。薬液を散布します。はい、では薬液をゲットしましょう。そして先にあれか、薬を作っちゃった方が早いんだよね。じゃあ薬作っちゃいましょうか。プシャー、燃えとけー、燃やしておきましょう。では薬を作りますと。ここの情報ちょっと覚えてないんで、多分適当にカットします。覚えてねえな、どうだったっけな。現在マニュアルモードです。カートリッジに合うように液量を調整してください。こうしてこれ入れて、でこれにこれをさらに注入。はいはい、さらに注入。で、これに、これを注入と。はい。で、その後、一番でかいやつに、これを注入すると。そうすると、こうだ。当たりました。なんか、すぐできるときと、なんかハマるとわかんなくなるときあるんですね。はい。まあ、ちょい残しですね。ちょい残しすれば、出来上がりますと。OK。そして、手榴弾と。ガンパウダーも割っていきましょう。まだガンパウダーありますね。でも、こんなにいらないので。そしたら、これもう一体ぐらいやっといた方がいいかな。前だったか、後ろいなかったっけ。はい、ドン。何体かいるけど、まあまあまあ後でもいいでしょう。来ましたね、やっときましょう。燃えたらゴー。この時のためにグレランはね、ある程度残してた方がいいですね。こいつらやっぱ鬱陶しいので、燃やしてしまえばただの草ですから。いいですね、燃やしてしまえばただの草、その通りだ。殺してしまえばただの肉、それもその通りだ。はい、ガンパウダーもまた手に入りました。いっぱいありますね。で、そしたら、もうすでに変調器持ってるので、ここ、先に電気を入れることができます。ただ、起き上がっちゃうので、こいつらもやっときましょう。寝てろ。はぁ、避けた。あいつ、やるな。今、スパロボでいう 95% 外したやつですね。95% を外して向こうの攻撃 5% を当たった時に当たってクリティカルの感じ、あれ納得いかないですね。あと1匹、あと1匹。暗いな、明るくしよう。明るくなったね。よし、こいつは動かなかったよな。では、あと、UMR さん、UMR さん、UMR じゃねえな、これ。
URF だ。UMR じゃねえな。ちょいずれですね。これだ。UFFR さん。懐かしいな。それ、ザンギエフだっけ。さて、先行1か。やるか。やるの本当にやるの。あ、これね、ここで2体同時にやるより、ここで2体同時いるんですよね。あ、でもやるか。外した。2、3、4、5、6。はい、リッカーもこの通り。リッカーも一撃。まあ一回見せたけど、前回ね。仲良しだね。一発外しちゃったね。だから、クリアの方が楽ですね、やっぱりね、リッカーやるのはね。で、まあ薬を冷凍するんですけど、ちょうどね、この変電室の方ももう空いておりますので、ここでアイテムを補充して、セーブして今回はここまでにしたいかな。はい、ここまでにしようと思いますと。まあ、アイテム整理してから、セーブすれば、次回ね、アイテムやらせず、確かにその通りですね。その通りなんだけど、まあ、行く前にちょっとね、準備したいやね。まあ、とりあえず今回はここまでにしましょう。はい。それではまた、明日お会いしましょう。さようなら。さようなら、さようなら、さようなら。お、ロスタイム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 。